さんこんにちは。オーディンルームツアーの時間がやってまいりました。本日は城東区にあるマンションのご紹介となります。11階建ての最上階の部分をご紹介いたします。こちらのマンションの場所ですが、紀伊原本線関根または馬里筋線関根生育から歩いて9分の場所に建てられています。このマンション自体337とあるビッグコミュニティのマンションになっております。皆さん住んでおられるというところで、とても住みやすい環境になっております。本日は1112号室のご案内をしたいと思います。建物自体は昭和49年4月に建てられてますが、お部屋はフルリノベーションしております。めちゃくちゃ綺麗ですよ。では、行きます。どうぞ。では室内に入ってまいりました。お部屋の広さ 69.6 人平米 3LDK とウォークインクローゼットが1つある間取りになっております。では玄関入ってきまして、直線にですね廊下がございます。先に入ってきて右手のお部屋をご案内いたします。いかがでしょうか。もうフルリノベーションされておりますので、床も壁も全てが新品です。もちろんこういうですね建具関係ですね、道具関係ももちろん新品です。でこちらのお部屋の広さはですね6畳になります。テレビの線もございますので、イメージ的にはですねベッドを1つ置いていただきまして、お子様がいらっしゃるとしたらお子様専用のお部屋とか、ご夫婦ということであれば主寝室にしていただいてもいいのかなと思います。クローゼットもございます。で、こちら4枚のお冷凍になっております。コートとか背のあるものでも知っていただいて、お洋服しまっていただきますね。ここにも枕棚がついておりますので、上にバッグとかも置いていただけるというイメージになっております。リノベーションされてますので、すごい部屋が真新しい匂いがします。ここはドアストッパーがついております。こちらですね、開けっぱなしにしたい時はこのストッパーを使う、で閉めたい時にはストッパー外すというふうに、ドアがガシャガシャならないように住む人たちのことを考えられてきめ細かいリノベーションがされております。それではちょっと廊下の方に戻ってきていただけますでしょうか。そしたら玄関入りまして、次に左手ですね、では行きます。こちらですね水回りになっております。全てですねリノベーションされておりますので、全部が新品です。ちょっとねマンションには珍しい洗面台の大きさですよね。幅がですね90センチあります。で、嬉しいですよね。これ3面鏡です。中はですね収納ができるタイプになっております。でコンセントも2つありますので、ドライヤーしながらシェーバーの充電をしていただくとか、使いやすいような洗面台になっております。洗面台に関しましてはですね、もちろん新品なんですけどリノベーションヘッド付きなので、お掃除とかもしやすくなっております。こちらですね棚になるんですけど、ただの棚ではありません。なんとこちら見ていただきたいんですけれども、ここのくぼみに合わせてですね高さが調整できる可動式の棚になっておりますので、バスタオルを置いてもらう、で、お洗剤とか置いてもらうけど、もうちょっと高さをなんとかしたいなと思った場合は調整していただくってことが十分可能でございます。でこちらの洗濯パンですね、正方形の洗濯パンになっておりますので、今売ってる洗濯機でしたらだいたいこれぐらいのサイズでほとんど設置はされるようになります。お風呂ですね、こちら2枚のお冷凍になっておりまして、どうぞ。今ですねちょっとまだ換気扇の取り付けがまだ最初終わってないというところで、ちょっとねむき出しにはなっておるんですが、イメージ的にはここに換気扇がつくということになります。嬉しいのはこれ鏡なんですよね。普通でしたらですねイメージ的にはここに1枚あるぐらいかなというところですけれども、全体的に鏡がありますので、鏡があるだけでお風呂の広さが広く見えたりとかする効果があります。女性には鏡があったらなおかつ嬉しいかなというところですよね。シャワーヘッドに関しましても、こうやって自由自在に動かせるようになっております。お風呂もね新しくてとてもね嬉しいですよね。ここですが、すいません、これ給湯器まだ取り付けされてないというところなんですけれども、製品が配慮しない設置予定ということになっておりますので、ご安心くださいませ。続いて今度はですね玄関入って、右は6畳のお部屋、左は水回りでした。ではもうちょっと来ていただいたら、また今度両側に扉があります。ではまずこっちから見ていきましょう。はい、ここ収納になります。これも同じように可動式のレールがついておりますので、自由自在にこの棚を高さ調整していただくことができます。ここに運転板、いわゆるブレーカーがついております。ブレーカーって見た目ドーンってくるので、できれば隠した方がいいよねということで、見た目をですね重視して収納の中にこれを入れたと、きめ細かい気配りを感じるかなと思います。それでは続いてこちら左手ですね。はい、換気扇って書いてますね。はい、正解です。こちらトイレになります。おトイレも綺麗ですよ。おトイレに関しましては、もちろん新品です。で、壁付けのウォシュレットがリモコンですねついておりまして、トイレットペーパーホルダーもちょっとかっこいい感じのホルダーになっております。収納もですねございますので、何か別で棚をつけるとかいうこともなく、ここにタオル掛けもございます。はい、とても便利ですね。で、こちら TOTO さんのお手洗いになります。広さは 0.7 畳ほどですね。もう普通のお手洗いの平均の広さになります。それではですね、もう見えていますが、奥が LDK になっております。 LDK の広さが 13.7 畳になります。こちらバルコニーが東向きにはなるんですけれども、13.7 畳ですが、もうちょっとねなんか広く見えますよね。なんでだと思いますか？正解は壁と床とっていうのが全部白で色が統一されているということと、あとですね、電気が埋め込み型のダウンライトになっていることで、空間がですね広く見えるというところになります。はい、LDK に必要なのはそうキッチンです。ちょっとねぐるーっと回ってください。はい、こちらになります。キッチンも新しいキッチンになっておりまして、ガスが3口ございます。これもですねやっぱりデザインは全て白基調になっております。キッチンの大きさですが、2250のキッチン、一般的な長さのキッチンになります。今はですねこのキッチン、ここはちょっと開けて収納になるんですけれども、食洗を新しくここだけピッと交換することはもちろん可能です。収納もですねたくさん入るようになっておりますね。嬉しいですね。換気扇もですね、本当にこれも新しくってお手入れもしやすいタイプになります。で、こちらにコンセントがついておりますので、ジューサーとかミキサーとか必要な時にとても便利になっているのかなと思います。はい、それではですねちょっとリビングの扉ですが、一回ちょっと閉めてみましょうか。はい、これねドアすごく可愛いですよね。真っ白でちょっと木目がかかった可愛い建具になっております。では皆さん、こちらですね、何だと思いますか？この扉、ちょうどキッチンの後ろなんですけれども、じゃじゃーん。はい、洋室です。約5.7 畳の洋室ですね。ご家族でお住まいでしたら、こちらを主寝室するか奥さんの部屋にするかというところなんですけれども、お一人で過ごすスペースでしたらちょっと広いかなというところにありますので、大きなベッド1台置いてお二人とかで寝れるぐらいのスペースは十分あるかなと思います。はい、クローゼット、収納がですね備え付けられておりますので、ハンスとか棚とかをわざわざ買う必要がないのかなと思います。そうでちょっと木目がかかってて、すごくデザインにこだわっているかなというところはあります。ここ見てください。本当です。普通マンションですと真ん中の部屋ってどうしてもエアコンが設置しにくいとかっていう問題点があるんですね。このマンションで嬉しいことっていうのは、すでにその問題をクリアできていると。ここの真ん中の部屋にもエアコンが設置できるようにリノベーションもされております。これは本当に嬉しいことだと思います。私どももよくリノベーションでマンションもあるんですけど、真ん中の部屋ってエアコン設置できるんですかという、質問をよく受けます。工事の次第でできることもあるんですけれども、やっぱあらかじめそれを考えられてリノベーションされておりますので、本当に住む人のことをよく考えられた間取りなのかなと思いました。では、続いてですね、これね LDK なんですけれども、イメージ的にはここをご用意していただきますよね。ここにねちょっとダイニングテーブルを置いて、ここにテレビの線がありますのでテレビ台を置いて、この辺にちょっとちっちゃいソファーをっていうようなイメージなんですけれども、なんとですね、ここのお部屋面白いことに、ここ見てください。なんとデスクワーク専用の書斎がございます。これあらかじめ増作された棚にありますので、ここにパソコンをつないでいただいて、本を置いていただくようなイメージでしょうか。きちんとですね、ここにダウンライトも設置されております。コンセントもあります。どうしてもですね、LDK とちょっと独立させたいなっていう思いがございましたら、ここにですね、ロールカーテンをつけて仕切っていただくのも一つのポイントかなと思います。この机があるのってとっても便利ですよね。では続いてですが、LDK の一番右側、こちらですが、ここも洋室になっております。約6畳ですね。ここ扉はですね、全部引き戸になっておりますので、ちょっと閉めてみましょうか。このような感じです。普段ですね、ここを開けていただいて LDK にしちゃいますというパターンもありますし、お休みになられる専用のベッドルームとしてお使いいただいてもいいのかなというところはあります。エアコン LDK もこっちもつけれますので、そのままでも外に進める間取りにはなっております。英語なのでつまずくこともないというところはあります。リノベーションのデザインを考えられた方の優しい気持ちがちょっと入っているかなというところは感想としてお見受けしました。バルコニーはですね、こちら左側にありますが、今日はですね、ちょっとあいにく雨ですが、晴れてましたらですね、いろいろと湿やく、ちょうどもいいっていうところにあります。近くにですね、スーパーのライフだったり混乱がありますので、とても便利なことは一目瞭然ですよね。最後に実はもう一個近くがあります。ここ何だと思います？はい、どうぞどうぞ。はい、こちらですね、ウォークインクローゼットになります。約 1.3 弱ぐらいの広さにはなりますけれども、コートとか背の高いものを吊るせるようになっておりますので、本当に収納が考えられて作られているなっていうところはとてもいいところだなと思います。はい、皆さん本日のルームツアーいかがでしたでしょうか。すみれ橋第2高校4号棟11階建ての最上階ですね、1112号室 69.62 平米 3LDK でウォークインクローゼットが1つ設置された新規リノベーション済み物件でございます。京阪本線関根今里筋線関根成育から歩いて9分と大変便利な場所にございます。マンションの総棟数が337棟とビッグコミュニティのマンションになっております。ご家族様で住んでいただくにはとてもいい環境なのかなと思います。価格に関しましては2590万円になっております。ご内見だけでもということでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせお待ちしております。